はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、先日僕の別の動画で、ヘッジファンドで働いていた頃のことをですね、お話をした動画を出したんですけれども、そこでの質問でですね、ヘッジファンドで空売りをするとき、どんなことがきっかけで原因で空売りをすることがあるのでしょうかというコメントをいただきましたので、今日はそれにお答えをしていきたいなと思っております。いくつかいろいろとケースがあると思うんですけれども、まず、一つ代表的なものとしては、 え、株価がですね、まあ高すぎる、まあ直近、あまりにも急激に上がりすぎたことで、まあその調整を狙って、株価を空売りするっていうこところと、あとはですね、個別株の場合で、業績が今後悪くなるであろう、もしくはその決算が悪かったっていうので、今後は下落トレンドに行くんではないかということを、で、かつ下がるんじゃないかっていうことですね、をまあ予期して売っていく。 で、三つ目としては、株式市場全体としてダウントレンドに入るということもあって、じゃあ特に下がる株って何だろうとか、もしくはまあそもそも、えー、指数売ってみるとか、まあ、あとは、まあまあ、特に下がる株っていうんじゃなくても、まあ、こ,うこういったあたりはまあ下がっていくんじゃないかなというものをま売ってみるというのがまあ,あると思います。まあ、それ以外にかなり特殊なケースとして、 えーまあ、例えばですねここ最近いろんなショートレポートっていうのがありますよねなのでショートレポートをリサーチ自分たちでして、まあ、書くんですけれども、まあ、それを発行する前にポジションを空売りで仕込んでおいてショートレポートを発表してで株価を落とすとかまあそういったのもあるみたいですしまあ、あとはこれ僕あまり本当にやってる人を見た,見たり聞いたりしたことないんですけれども、えー、個人が持っているポジションを集中的に え、売って、ま、振り落としていくような、え、取引もあるっていうふうに、まあ、あの、よく聞きますし、まあ、あとはですね、まあ、よく聞くっていうのは、その僕の周りから聞くっていうよりも、あの、よく人が話してますよね。なんで、ま、そういうのと本当にあるのかなっていうのは正直よくわかんないんですけど、えー、聞くのと、まあ、あとは、先日ツイッターでもあったのが、え、インフルエンサーが持っていて、おそらくそれを個人が一緒に買っているので、まあ、そういった、 まあ特定の銘柄をまあいろんなどっからのソースからこいつを狙ってやるみたいな感じでえ売るっていうのもあったりとまあちょっとさっきの個人のとちょっとかぶるかもしれませんが、まあ、そういったのがあるということらしいですもうほんとさっきも言ったみたいにこの個人をターゲットにするとかっていうのをやってる人本当に聞いたことないんであのー、まあもしかするとアメリカの方とかあったりするのかもしれませんが なんだろう、あまり大手のファンドがやる手法じゃないと思うので、えー、小規模のとか中規模の中堅どころのファンドが、まあんまりその、なんて言うんですかね、レペティションっていうか、あの、なんて言うんですか、他、あの、外からの目っていうのはあんま気にしないで、まあ、ただ儲けてりゃいいよみたいな、そういう感じのところ、もしくはファミリーオフィスというふうに言われていて、 外からの資金をあまり受け入れていないところとかっていうのはそういったことをもしかしたらしているのかもしれないですね。ただし、誰かからお金を預かってそういうふうなことをしていると、例えばですね、SEC の方から調査が入ったりとかっていうふうにしたりする可能性もあるので、あまりそのしっかりとした硬いところっていうのはやってないと思います。なので えーまあ、結構それはレアケースというふうに捉えていただく方が僕はいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、メインは、えー、ちょっと高くなりすぎて株を売る業績が悪くなるもしくはなりそうな株を売るもしくは、えー、指数としてマーケットがダウンターム、まあ、指数じゃなくてもいいんですがコもいいんですけどマーケットが全体的にダウントレンドになるタイミングで、まあ、売るというのがあります。 で分析の手法として、じゃあ、個別株、業績悪くなったときって、どういうふうにしてるんですかというのがあると思うんですけども、これ、業界によっても様々で、えで、例えばですよ、ソフトバンクでも、NTT ドコモでも、KDDI でもいいんですけども、1人当たりが、携帯電話でも何でも契約した人がえ払うえ金額、 まあ、アープっていうふうアップっていうまあ指標が一つあるんですけども、その一人当たりが払う金額ですね。これがまあ下落傾向にあるというふうにすると、まあ今後は契約者数が一定でもどん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 収益が下がっていきますよねとか、まああとはですね、僕が主に見ていた消費者金融とかであれば、貸し出しの金額が伸びていますと。ただし、それと同じに通常であれば貸し出れ、貸し倒れ引き当て金っていう、 あ,のあらかじめ見込んでおく損失ですねあの結構高金利で貸すってことは高リスクなのでそれだけ返ってこない部分も見込んでおかないといけないので、まあ、それを貸し倒れ、えー、引き当て金としてまあ積んでおくんですけどもそれの積み具合がまあどん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 その鈍くなっていってるなので必要よりも積んでないっていうパターンだったりとかあとは同じような ところに対して貸し付けをしている別の競合他社があると思うんですけどもそこよりもかなり低く貸し倒れ引き当金が積んでるあまり積んでない状態とかだと本当はもっと積んだ方がいいんじゃないのとかっていうなのもあると思うんですよねなのでリスクを必要よりも折り込んでない会社とかを狙って売ったりはしますただしこれ本当にすごい重要なのが 空売りって当然なんですけどもあのマーケットは下がんないと儲かんないじゃないですかで、えーまあ、いろんな企業を見てても、まあ、ちょっと昨年とかもそうだったと思うんですが利益が上がってないからといって株が下がっていくわけじゃないんですよねで赤字企業でもどん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 株価が上がっていくっていうのが去年の相場だったと思いますなのでいろんなヘッジファンドがですね異常値になって異常値まで株価が上がってて ま、そ、そこで異常値で売ってるにも関わらずどん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 上がっていっちゃって、それでファンドの生産に追い込まれるっていうのが、まあ、去年も結構あったと思いますし、まあ、その今年の例があるキゴスだったんじゃないかなと思っています。で、まあ、あの、空売りじゃなくても、まあ、結構その、逆ポジションになっちゃったってことで、まあ、そういったことがあると思うんですけども、なので空売りをするのっていうのは、まあ、いわゆる、えー カタリストっていうふうに言われるものがやっぱなきゃいけなくて、カタリストって何かっていうと、株を動かす材料ですね。それをカタリストっていうんですけども、株式が大きく下げるイベント、まあ、例えば決算かもしれないですし、何かしら悪いニュースかもしれないですし、まあ、あとは株式市場全体に対しての何かしら大きな影響を与えるイベントかもしれないというのがあるので、そういったものを見極めながら、 えー、本当にこのタイミングで下がってくるかっていうのを見ていかないといけないんですね。なので特に、えー、上昇トレンドの時っていうのは、えー、この空売りっていうのは、えーまあ、使わない方が結構いいなと思っていてでいつ下落してくるかも分かんないですしマーケット全体としてなのでセンチメントが悪くないとなかなか使えないんですよね。だとか,かつ、あのー、空売りってどんなに儲けても100%なわけですよレバレッジかけなければ。 例えば1100、まあ、ドルの株があってそれが空売りして儲ける幅って100ドルから0までしかないじゃないですかでもアップサイドっていうのは100ドルの株が、まあ、例えばですけど1000ドルになることもあるわけですよねなので、えー、ぶあの部としてはって言ったらおかしいですけどもあの株式市場は放っておけばあの上昇していきますよ指数はずっと上昇し続けますよっていう原則に基づいて話すと あのもう負ける可能性の方が高いわけなんですよね、部が。期間が長く,な長くなればなるほど。なので、基本的には短期間で行います。で、この,株あの,借りあのなん株、空売りをするタイミングでは株をですね、証券会社が借りてこなければいけないので、借りるために手数料もかかるので、できるだけえまあ短期間でまあタイミングよく売って、下で買って、 えー、そのトレード割みたいな感じでで、まあ、短期的にやることが多いですなので、えー、勝率としては、まあ、そんなに、まあ、高くないっていうっとちょっと語弊があるかもしれないですけど、えー、そんなに分がいいかつ、えー、リスクリターンがいいものでは通常はそんなないというようなものなんですね。なので、えー、好んで使うっていうのもなかなか、あのー、難しいタイミングもやっぱあったりします。 で一つこれあのやり方としてただ空売りするっていうのもあるんですが例えばですけど同じ業種セクターで2社いてで片っぽの方の、えー、業績は今後どん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 伸びていくでしょうとだたそうなんですけどもう1個の方の企業は今後業績がどん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 、えー、悪くなっていくでしょうというのを考えると片っぽの会社を買って片っぽの会社を 空売りするっていうのは組み合わせてそのスプレッドっていうんですけど、まあ、そこのパフォーマンスの差異を取っていくっていうようなやり方もまあありますと例えば今で言うとワクチンで言うと少し分かりやすいかもしれませんがアストラゼネカとかジョンソンジョンソンの株を売ってバイオンテックですとかあとはモデルナファイザーの株を買っておくとこういうなんかその同じ業界内であのやるっていうのもまあ一つやり方としてはあるというのがあります。 単純にまあ一つの株をあの下落見込んで売るっていうとなかなかタイミングが難しかったりするのでえ例えばですねこのアストラゼネカもジョン・サンド・ジョンソンもモデルナバイオンテックも全部あの上がっていったとしてもこの上昇幅がまあいいところ例えばモデルナ今だったらモデルナバイオンテックのところを買って上昇幅が悪いところを売ればですね全部が上がっていったとしてもこの パフォーマンスのの差っていうのは取れますよねなのでこういった使い方っていうのもありますというわけですね。あとはマーケットが、まあ、これ上がっていってる時にポートフォリオ全体としても上がっていってます。ただしどっかのタイミングで下落が来る可能性があるかもしれないので、まあ、ヘッジとして先物 S&P の先物だったりあとはナスダックの先物を空売りしておいて少し下落のポジションを えー、下落というか下落しても儲かるようなポジションを作っておくというような使い方もあります。なので、まあ、結構いろいろ手法を先ほど説明したものに加えてちょっと付け足しましたけれども、まあ、単体で個別株が下がった時にもしくは指数が下がった時に儲かるようなポジションの取り方もありますしポートフォリオが全体としてある中でそこのダウンサイドリスクをケアするためにポジションを取るというのもありますし あとは1つのセクターの中で2つのパフォーマンスの差分いわゆるスプレッドを取るための使い方っていうのもあったりしますなのでこれはですねあの個人投資家には正直空売りってそんなに、まあ、あまり僕はお勧めしないというか特にそのマーケット全体のポートフリオの ヘッジのためとか、あとはこのスプレッドを取るためっていうのはやっぱりコストがかかっちゃうので、その分他の株買ったりとかもできるわけじゃないですか。なので、あんまりまあ使わない方がいいかなと思っていて、リスクヘッジするならこれ何度も言ってるんですけど、あの、キャッシュ持ってた方がいいんじゃないかなと思ってます。はい。あとはやっぱり日本人の 日本に住んでいる日本人だと海外にアカウントを持ってない方の方が多いと思うんですが、えー、外国株の空売りっていうのはまあなかなかできないですしできたとしてもえー、なんだインバースっていうんですかねあのインバース ETF っていうのを買うというぐらいしかないので、まあ、あんまり正直あの使うことはないかなとは思ってます日本株であればもちろん先物、えー、空売りとかできるかもしれませんが、まあ、僕はそれするぐらいなら ポジションを縮小するというのがいいんじゃないかなともう常に思ってます。はい。まあちょっと最後、あのちょっと話が逸れてしまいましたけれども、カラ売りは今のような形の使い方があるというのが、まあ、今日のご紹介でした。でもちろんですね、あのこれ以外の使い方、も特殊なやり方ですとか、いろいろあったりするんですね。オプションを絡めたりとか、まあ、あとは、えー、まあ別のデリバティブを使ってダウンサイドを ショ,ートショートだったり空売りのポジションを取るとかっていうのはいろいろあると思うんですけども、まあ、メインの空売りの使い方っていうのは、まあ、今のがあると思いますし、まあ、個人投資家の方でこれ以外使うっていう方はまあかなりレアかなと思っています、まあ、もし僕が忘れていることがあればコメント欄にぜひ記載していただいて皆さんと共有していただければなと思っていますこういったまあヘッジファンド時代の業務のことっていうのを皆さんの、えー 何て言うんですか、興味の対象になるというか、役に立てばいいなと思ってちょっとお話ししてみたんですけども、もしまた別のエピソードですとか、何か聞きたいなということがあれば、ぜひリクエストいただけると嬉しいです。では、えー、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。